どうもグミチャンネルザッツンです。1本目のね、動画、肩放題あとの動画とはね、また別の動画ってことで今撮ってるんですけども、続いてはですね、同じ和歌山にある、放題跡の方をですね、探してまいりました。あのね1本目の動画でね、こっから先は何もないですね、キャンプとかするとこだけしかないみたいですねって言って引き返してるんですよ。で、その2番目のね、砲台跡がですね、その奥にあったっていうね、あっちの方から歩いてきたんですよね、さっき引き返した場所を通り越して上がってまいりました。そうしたらですね、ダンこれ見えてきてるんですよね。これがね、火薬庫っていう風にしてあって、こっちっていう風になってますね、ではですね、ここから、2本目の動画、撮っていきたいと思いますね。カミカミでごめんなさいね。では、2本目の動画、どうぞ。こっちからですね、さっき上がってきましたね。最初ね、場所が分かんなくて、管理棟の方に聞いたんですよ。そしたら、もっともっと奥の方だと、山を登ると言われたので登ってまいりました。で、ここがね、1、2、3、4サロですねに分かれてまして、その4サロのところにですね、こんな看板が立っておりますね。こっち行ったらキャンプ棟ですよ、管理棟ですよ、こっち行ったら見晴らしの丘ですよとかいろいろ書いてありますね。で、そっからズズズズっと右を見ると、はい、弾薬庫ね、弾薬庫があるみたいです。まあね、冒頭でも映りましたけど、あれです。じゃあね、探索の方行ってみたいと思いますね。一人なんですよ正直ね、怖いですね。こっちにね、階段があって、多分登ると砲台跡なんでしょうけど、まずはね、下のこの弾薬庫の方をちょっと覗いてみたいと思います。弾薬庫っていうか、もうほとんどキャンプする方の物置みたいになっちゃってますね、これ。木がうっそうと生い茂って。その弾薬庫跡をですね、今、左回りに回っております。反時計回りですね。お、開けてきましたね。お、風がきついな。さあ、
ここはですね、家族とかで、ピクニックとかね、できる場所です。ね、海ですよ、海。ね、2回目の下りですけどね、これ。海があるのね。こっちも海ですし、こっちも海なんですよね。こっからだったらね、そりゃバッコンバッコン大砲撃てますわね。階段がねあるんですけども、僕はあえてちょっとこっちのこっちからね、回ってみたいと思います。ね、こういうね海のね見えるところでお弁当とかね広げて食べたらうまいんでしょうね。これえのき、えのきって書いてあるからキノコ生えてんじゃないか。キノコは生えてないですね。その辺のねキノコとかね取って食べたら毒キノコだったらねやばいんでね、そんなことはしませんけど、よいしょよいしょ、はい、時々ね汗をね拭いながら歩くんでカメラがね変な方向向いちゃったりもするかと思うんですけど、ほんとねもう虫がね多いんですよね、ここら辺。ほんともう虫ね僕でっきりなんですよね。もうでもね、ここまで行ったらね突き進むしかないんですよね、これ。よいしょ、行きますか。怖いですけどね、虫がね、もういろんなね、虫がねさっきからね、ぴょっこぴょっこ飛んでるんですよね。ダメだな、ダメ、虫がいっぱいいすぎて無理です。ごめんなさい。ねえ、もうほんとね三大嫌いなものをっていうんですかね、嫌いなものをねあげるとしたらね、まずお化けですね、心霊ですね。でそれ以上にね嫌いなものが虫です。ね、心霊のね写真とか、まあね、映像に映っちゃったのって、まあ言ってもね亡くなった人間がね亡くなった方じゃないですか。だからまだ分かるんですけど、虫に関してはねもういつどっからね飛んでくるか分かんないんでね。で、さっきね、中映したところはですね、弾薬庫なんですよね。なので、砲台跡とはね、また違うんですよ。ということは、ここが弾薬庫ということはですね、この近くに、砲台跡あるんじゃないですかね。まあここをね上がってったらもうさっきのところに出ちゃうと思うんでね、さっきの広場に出ちゃうと思うんですよね。
この上に小台跡があんのか。あ、さっきの休憩所みたいなとこですね。ってことはここがね、あの火薬庫、弾薬庫だったってことは、こっからまあね、弾薬を運んで、海の方にね、ぶっ放すためのところがあるはずなんでね、ちょっとそれを探してみたいと思います。お、お、来た。こっちにも弾薬庫って書いてあるな。こっちみたいですね。行ってみましょう。あ、まだ歩かなきゃいけないのか。やっぱあれですね、この登山を伴う探索はね、あの夏場行くもんじゃないですね、これ。本当くっさ暑いわ。ねえ、こ、僕がね、地元民で、お、そうこう話してるうちに、なんか面白そうなものがありましたよ。ここも弾薬庫なのかな。あ、弾薬庫跡ですね。こんな感じで。おお、びしょ。でね、この弾薬庫の上、じゃん、吊り橋があるんですよ。後でね、渡れそうだったらちょっと渡ってみます。ねえ、ここら辺もね、弾薬とか置いてたところをキャンプの、薪とかをね、置くところに再利用してるんでしょうね。すげえな、こっちにもあんぞ。こっちの弾薬庫は南京錠かかってて、中はちょっと見れなさそうですね。ね、で、このね、弾薬庫と、なんか貯蔵しておくところですかね、そういうののですね、反対側にはこんな感じでね、アスレチックっていうかね、遊具があるんですよ。こっちもありますね。あ、こっちも南京錠かかってるな。中見れねえな。まあね、こことね、向こうからはね、こういう子供たちの遊具があるんで、ね、間違えて子供たちがね、この中入っちゃって、出られなくなっちゃったらっていうのを考えて、南京錠でね、施錠してあるんでしょうね。で、はい。来ました。おそらくこれが砲台の跡なんでしょうね。1、2、2つあります。ですね、じゃあちょっとこのね、階段からちょっと上登ってみましょうかね。どうなってんだこれ。おう、さっきからね、あの虫がね、ほんとぴょんこぴょんこ飛んでね、もう
嫌になっちゃうんですよね、本当。よいしょ。ああいうね、シジミチョウとかね、そういうちっちゃいチョウチョウとかだったらね、全然大丈夫なんですけど。よいしょ。よいしょ。これは、上は、もう一個ね、上になんかあるっぽいんですよね。これは、これは特に何にもないのかな？ゆっくり進んでみましょうか。暑いんでね、ちょっと休憩させてください。これね、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さっきもね、看板に書いてあったんですけど、なんもないっぽいですね、本当に。おーぷ、はあ、怖えな。よし、よいしょ、よし。ほんとね、今日はね、探索用のね、靴とか装備とか全然ね、一切ないんですね。なんでちょっといつものね感じとは違いますけど、ごめんなさいね、本当にもう、ね、ここまでガチのところだと思ってなかったんですよね。もう本当に言うなればね、この公園のところまでね、車でギリギリまで入ってこれるんじゃないかと思ってたんですよ。そしたらね、入ってこれなかったっていうね。ここもあれかな、弾薬庫なのかな。あー、でもなんか行けそうにないですね。本当にね、ちゃんとした装備がないと無理っぽそうですね、これは。ちゃんとね、もうダラダラに汗かいてもいいような格好で来るしかなさそうですね。おうって、さて、これなんだ、これちょっとね、気をつけた方がいいかもしれないね、これ。これね、霊的なものとかじゃなくて、山なんですよね。うわー、これはダメだわ。ちょっと怖すぎるわ。中がね、今のところ真っ暗だったんですよ。で、さらにこれ穴開いてるんですよね。もしかしたらこれね、クマかなんかがね掘った穴かもしれないんでね。だとしたらね、ちょっと物理的にやばいんでね。
よいしょ。ああ疲れた。ああやっとここまで来れましたよ。ちょっとね、はあ、よいしょ。よいしょ。この格好なんですよね今日僕。このシャツ1枚とね、綿パンと、でもそれでもね、ここまでよく登ってきたと思いますよ。あっちは、はあ、まあね、ということでっていうのもあれなんですけども、なんとか、もう一個のね砲台跡登ってくることができました。で砲台がねあったところも、向こうにね撮影できました。多分ねこっち側にね海が見えてて、で両サイドがね陸になって湾みたいになってるんですよ。なんで多分敵がね向こうから攻めてきて、遊具のあるところから大砲ぶっ放してで撃沈してたんじゃないかなって思います。っていう感じですね。まさかね、断念してね、Uターンしたところからさらに奥があったとはね、思ってみなかったんです。まあね、今回はねこんな感じでちょろちょろっと紹介したわけなんですけども、皆さんもね、廃墟、心霊スポット、などね探索に行く見学に行く際はですね、必ずね自己責任で。でもうガチガチのね登山の用意とかまではしなくていいんでね、ある程度しっかりねトレッキングできる程度の、服装とかね、そういうので行っていただけたらなって思います。では、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。